ジェニファー・ジョアンナ・アニストーンはアメリカ合衆国の女優。身長164センチメートル。フレンズのレイチェル役で知られる。カリフォルニア州ロサンゼルス市、シャーマン・オークス地区出身。父親のジョン・アニストーンはギリシャ系でソープオペラに出演していた俳優、母親のナンシー・ダウはスコットランド、イタリア系の女優。名付け親は 父親のジョン・アニストンの親友だった俳優のテリー、サバラス。ギリシャで数年過ごし、ジェニファーが9歳の時に、両親は離婚。ニューヨークに移り住む。高校在学中より演技を始め、卒業後にオフブロードウェイで何本かの舞台に立った。1990年に、テレビ番組、モリーでデビュー。1992年に、レプリコーンで映画デビューしたが、 役柄などに恵まれなかった。1994年に放送開始されたテレビドラマフレンズのレーチル・グリーン役でブレイクする。2002年にはエミー賞を、2003年にはゴールデングローブ賞を受賞。2004年のピー・プル氏の最も美しい50人のトップに選ばれ表紙を飾った。2010年にはピー・プル氏の最も美しい100人の6位に選ばれた。 フレンズ放送終了後は映画を中心に活躍している。2002年公開のグッドガールでインディペンデントスピリット賞主演女優賞にノミネートされた。2000年7月29日に俳優のブラッド・ピットと結婚。2005年1月に別居を発表し、同年3月、アニストンがロサンゼルス裁判所にピットとの離婚を正式に申請。理由は、 若いしがたい性格のフィッチであった。同年10月2日に離婚が正式に成立。その後、ハニー VS、ダーリン2年目の駆け引きで共演した俳優のビンス・ボーンと交際したが、2006年12月に破局。また、2008年4月からミュージシャンのジョン・メイヤーと交際。同年8月に破局が報道されたが、その後も二人でいるところを目撃されている。犬好きで、 二匹の犬を飼っている。男性の下着はブリーフ派である。男性にはピタッとした白い下着を身につけて欲しいわ。トランクスはダメ。私はトランクスが嫌いなの。ブリーフでなくちゃと語っている。2012年8月10日、ジャスティン・セローの誕生日に彼との婚約を発表。2015年に自身が20代前半にディスレクシアと診断されたと公表している。 2015年8月5日に婚約者のジャスティンと挙式。8月10日のジャスティンの誕生日パーティーとして友人や家族らが招待されたが結婚式だったというサプライズだった。2018年2月15日、広報担当者を通じてジャスティンとの離婚を発表。これからも親友であることには変わりはないと友好的な別れを強調し2年半の 結婚生活に終止符を打った。2021年時点ではコロナウイルスのワクチンを積極的に打つことを進める一人であり、ワクチンを打たない友人とは関わらないと発言したことから賛否両論がある。2004年テレビドラマフレンズの1話あたりの出演料が100万ドルで1シーズンを通して約29億円をギャラを手にしたことから フレンズの共演者のコートニー・コックス、リサク・ドローと共にイニネスブックにテレビドラマで最も多くのギャラを手にした女優として記載された。2009年7月、米経済フホーブス氏が2008年に最も稼いだ女優のリストを発表し、約2500万ドルを稼いで2位にランクインした。この収入は映画、マーリー世界一、おバカな犬が教えてくれたことと新作映画、 ザ・ベイスターなどによるものだという。このランキングは映画のギャラだけでなく、アパレルブランド、香水、その他の商品による収入も合わせたものだという。2010年8月、米経済誌、ホーブス氏がハリウッドで最も稼ぎのいい女優のランキングを発表し、2700万ドルを稼いで4位にランクインした。このランキングは映画などの出演料だけでなく、 香水や洋服のプロデュースや CM 契約などの金額を合わせて計算されているという。2011年2月、ベイピープル氏によるとアメリカのカリフォルニア州ビバリーヒルズに所有する豪邸を4200万ドルで売りに出したことが明らかになった。ジェニファーはこの豪邸を2006年2350万ドルで購入し、2年をかけて改装を重ね、 全スタイルの洗練された内装を完成させたという。その改装の様子は高級インテリア雑誌、アーキテクチュラルダイジェストでも紹介されている。ジェニファーはこの家を手放す理由について、自分の周りに物が溢れすぎていて、もっとシンプルに行きたいと思ったとコメントし、この豪邸以外にもロサンゼルス市内に別の家を所有しているが、ニューヨークへの移住を考えていることも示唆している。 2011年4月、バンメディアインターナショナルによると、ニューヨークに590万ドルで高級マンションの最上階を購入したという。ジェニファーが購入したのは、戦前の建築物で18階建ての入り口にはドアマンがいるという。居住空間はペントハウスで、広さ111.48平米、寝室一つ、浴室一つという贅沢な間取りになっており、他にも、 最新のオープンキッチン、リビング、ダイニング、クローゼットが4つに加え、74.32平米のテラスがあり、そこからはニューヨーク港やエンパイアステートビルなどが一望できるという。2011年7月、米経済誌、フォーブス誌電子版がハリウッド女優の所得番付を発表し、2800万ドルを火星で3位にランクインした。 ニューヨークに所持していた2つのコンドミニアムは650万ドルで売却し2012年にロサンゼルス郊外の高級住宅地ベルエアにあるワインバ竹付きの豪邸を2100万ドルで購入した2010年1月 E オンラインによるとハチオウ地震による被災者を援助するために現地で被災者の救護に当たっている国境なき医師団など 複数の団体に50万ドルを寄付した。2010年2月、ベンによると、メキシコの子供用シェルターを支援するために、チャリティー用の人形を制作するという。ジェニファーは、以前から、メキシコのティフアナにある個人員の子供たちに手を差し伸べている団体フレンズオブ、エルファロを支援しており、41歳の誕生日を、カボサン・ルーカスのワンオンリー・パルミラホテルで祝った。ジェニファーは、 リゾートの責任者と協力をし、チャリティー用の伝統的なメキシコ人形を作る企画を立てたという。チャリティー用の手作りの人形は1体95ドルで販売され、収益はすべて個人に寄付されるといい。ジェニファーは、個人の子供たちは、こんなところに住まなきゃいけなくて、私の人生って最低なんて思っていないわ。愛情をたっぷり注がれて教育も受けている。 自分で何かができるんだという意識を持っていることが一番大事だと思うと語っている。日本語吹き替えは足立忍が担当することが多い。ありがとうございます。